で276で迎えてハイパイ見たら、おまあそんな悪くねえなと、そんな悪くねえなからの、ん？何これ、ラスメの大井さん親番第一だチュンドラはチュン終わり、うん、店じまい終了ってなって、もうこの第一の時点で僕のこの曲はもうほぼ終わりエンディングになりましたね。うん、もうこんな手で、いやこのチュンと戦う気ないわと。うん、だってさ、ラスベの親でさ、打点も欲しい大井さんがさ、大勢チュンってもう大変じゃん、こんなの。もうめちゃくちゃな手入ってるじゃん、どう考えてもね。うん。ドラ見逃しただったらね、非常にいいんだけどね。もう大井さんがドラ見逃したら見たことないレベルだからね。うん。でも絶対に悪いてるわけがないのよ。うん。ちょっと遅かったとしても絶対打点はあるって。うん。だってチュンなんてさ、重なったらさ、もうそれだけドラドラになってラスベなのにさ、それをやんないわけないじゃん。うん。ちなみに開けると、いや絶対いい手だよこれは。うん、うん、もうこれぐらいは出てくるよねっていう手ですね。はい、本当にね。うん、だってドラ重なりいらねえっつってんだもん、ラスベなのに。こりゃいい手ですよね。ということで、もう僕は終わったんですよ、このチュン切りで。この曲の僕はなので、こんな手で何ペイを切ってる場合じゃないと。終わったんだけど、一応終わりつつも、大井さんがね、もしかしたら、ちょっと遠いかもしんないから、一応、リャンピンとかパーソーとかスワンがすぐあんこになったら、ちょっと上がれるようにしたいということで、第1打9ピンと。まあ、何ペイはもう切れない。こんな手から切れない。全然切れない。そして、第2打手出し、リャンソー。はい、もうやばいと、本当にね。うん。もうやばいと思ってるとこにいつも言いそう。おラッキーと。はい、何がラッキーってね、もうリャンゾー切ったんで先に。言いそうがちょっとだけ通る可能性上がってるんで、よし、安牌候補。よく来たということで、チーピン切り。はい。で、テラシューは、もう来ると。うん。もう来るってなって、もう来ちゃうってなってる状態で、はい、引いた、言いそう。はい、ナイス、安牌候補。でここでもうペーナンはね、切れないですよ。もう来るって言ってんだから。だから、もうここで切るのは、とりあえず危なそうな数層。で、ウーソーが一番、ね、ウーソーとか切りたいんだけど、一応赤ウーソー引いた瞬間、チートイのシャンテンになるから、まあ、読んでいいかということで、4切り。で、9層つもぎで、もう、くるくるくるって言って、はい、白引いて、はい、もう酸素、シュッシュッシュッとね、もうとにかく少しでも端っこ集めようってなってね。私はもうあなたには逆らえません、おいさんってなってる状態ですね、今。うん。こんなに頑張って集めてんだけど、全然集まんないのよ。そしたらリーチ来て、はい、来ましたね、と。なって、まあ、僕はちょっと心もとないけど、まあ、頑張って集めた甲斐あって、比較的通りそうなハイたちに囲まれたから、まあ、こっからじゃあ頑張ってベタ折りしますかってなりましたね。うん。で、まあ、こっから、とりあえず、溜めた安牌たちを切りながら、多分ね、これ、危険牌一回も切らずに済んだんだよね。うん。無事、ベタ折りできましたと。うん。結構ね、統一の牌が通ってくれてね、そこはラッキーだったね。うん。でも、これはもうね、大井さんのドラ第一だチュンで、この曲は終わってたんで、うん。まあ、これ、積もられなかったらラッキーだったね。うん。うおー、サブロッキューピンだ、危ねーってなりましたね。よく積もられなかった、耐えーとなって。